ヤンカルロス・マルティネスは、ドミニカ共和国3、クリストバル出身の陸上競技選手。専門は短距離走100メートルと200メートルと、ドミニカ共和国記録保持者。野球が盛んなドミニカ共和国に生まれたため野球に取り組んでいた。スピードを武器に、外野手として活躍し、ロサンゼルス・ドジャースとの契約も目前だったが、2013年に、 おった右手首の怪我により、21歳にして、プロ野球選手への道は断たれた。その後、陸上競技に取り組んだ。6月に初めて100メートルの公式レースを走り10秒68をマークすると、5ヶ月後の11月には、中米カリブ競技大会で、国際大会デビューを果たし、男子100メートル予選と決勝で10秒35と10秒29の自己ベストをマークしたが、 わずかな差で4位に終わり、メダルを逃した。しかし、男子400メートルリレーではドミニカ共和国チームのアンカーを務めて2位に貢献し、自身初となる国際大会のメダルを獲得した。5月9日に姫名レストレポ記念に出場すると、男子100メートルにおいて、フアンヌニエスの持つドミニカ共和国記録に並ぶ10秒16、男子200メートルにおいて、 ルグエリン・サントスの持つドミニカ共和国記録を0秒18、更新する20秒37をマークした。さらに7月のパンアメリカン競技大会では、男子100メートル予選において10秒14、男子200メートル予選と準決勝において20秒30と20秒22をマークし、自身の持つドミニカ共和国記録を更新した。 今大会ではアンカーを務めた男子400メートルリレーも含め出場した3種目すべてでドミニカ共和国新記録を樹立したがメダルを獲得することはできなかった。8月の北中米カリブ選手権では男子200メートル決勝において自己ベストに迫る20秒28をマークして2位に入り個人種目では自身初となる主要国際大会メダルを獲得した。 世界大会の個人種目初出場となった同月の北京世界選手権では男子100メートルは準決勝に進出するには0秒07及ばず予選敗退に終わったが男子200メートルでは予選を突破しこの種目ではオリンピックも含めドミニカ共和国制初のセミファイナリストとなった5月のイベロアメリカ選手権では男子200メートル決勝において 自身の持つドミニカ共和国記録を零秒零三更新する2十秒十九をマークし自身初となる主要国際大会タイトルを獲得するとアンカーを務めた男子四百メートルリレーもドミニカ共和国新記録樹立と優勝に貢献して大会二冠を達成したオリンピックデビューとなった八月のリオデジャネイロオリンピックは男子二百メートルと男子四百メートルリレーに 出場したが200メートルは自己ベストにはほど遠い20秒97で予選敗退アンカーを務めた400メートルリレーは1層のフライングにより予選失格に終わった。記録欄のうちの数字は風速でプラスは追い風を意味する。備考欄の記録は当時のものを含むありがとうございます。